ない腹から生まれた覚えはない。母さんを悪く言うんじゃない。これも見切るか。いくら気功が高速で動こうが、俺には決して追いつけない。気功と俺とでは存在する宇宙が違う。引きずり回してでもお前を連れていくからな。宇宙、時間、冷却、宇宙が膨張する熱に関与できれば、俺は自身の宇宙を支配できる。言葉でいくら説明しても理解できんだろう。これこそがアドラバースト。じゃあアドラバーストはこの異次元の炎ってことか。アドラリンク、ここは一体何だ。ここは異界アドラ。遥か昔からこの地を見た者はこう呼んだ。地獄とな。この方が気功に見えるか。この方こそが伝道者だ。お前が伝道者か。お前がショーを使って身体発火を起こしてるんだろ。気功のアドラバーストでは俺に及ばぬ。そう、小団長の能力、それは宇宙の膨張熱に干渉し時間を止める能力だからって。諦めるわけにはいかない。では俺に勝てん。聞こう聞こうってうるせんだよ。こましゃくれたガキだな。俺は生半可な気持ちでここに来たんじゃねえ。強引にリンクしてきた。アドラリンクか。足がピリッとしたらスピードが上がった。これもアドラリンクの影響か。伝道者、何者なんだ。でもどうやって。できないことはない。切り離した宇宙。今まではただ受け取るだけだったけど、今度はこっちから乗り込んでやる。
かってるよ。無駄なことだと分かっていながらひたすらに向かってくる。俺にできるのはただ早くひたすらに。ここは静止した世界だぞ。バカな、消えた。時の速度を元に戻すか。しかし限界か。通り過ぎちまったか。キコ、先ほどはなぜ消えた。知らねえよ、ただ速くなろうとしただけだ。行くぜ。動かれる前に宇宙の膨張を。まだうまく定まらねえな。物体は高速を超えると時間が巻き戻るんだ。分解後超高速で自分の体を分解前まで戻してるんじゃ。次は避けないと鬼になっちゃうぞ。退屈しのぎにはなったぞ。世界に入ってきた。来い。捕まえてみせる。くだらんな。貴公は何を執着している。俺は貴公の弟などではない。何イライラしてんだよ、反抗期か。おや、スピードが落ちてきたか。うるせえ、まだいける。終わりだ。電動車の元に来てもらおう。貴公の炎が必要だ。くそ。聞くんだ、シンラ君。君は時間を止めるたびに一度体を分解してる。つまり死んでるんだ。もし途中でオーバーヒートしたら粒子化して死んだまま戻ってこれなくなるかも。戻れなくなる。いや違うな、恐怖で笑ってるんじゃない。今日と遊べるのが嬉しいんだ。ダメだ、シンラ君。今度こそ戻ってこれなくなるよ。戻ってくる。もうショーを一人にしない。またショーを残して消えたら兄貴失格だろうが。行くぞショー。兄貴面するな。暗かったか。もう大丈夫、兄ちゃんが助けてやったから。これは貴公の記憶。なんて不快なビジョン。加速しろ。俺たちが兄弟だったあの頃捕まえてやる。これは神羅日下部の記憶。俺の頭に神羅日下部の記憶が流れ込んでくる。それでも母さんと交わした約束が家族をつなぎ止める絆なんだ。約束だからとか関係ないよ。何にしてもどうでもいいことだ。そうかな、母さん。しょ怖
こんな貴公の思い出を見せて何になる。俺は貴公の弟などではない。12年前、俺たちは家族だったんだ。母さんとショウと俺で。ショウ、シンラ大好きよ。この人が母。お母さん任せて、俺が助けに行ってくる。今行くぞショウ。大丈夫か。兄ちゃんが来たから安心しろ。暗い、怖い、助けて。光がな、安心だろ。兄ちゃんはいつでもショウの味方だ。ひいいこと一人にさせちまってごめんな。この人が兄。帰ろう。